港元町駅2番出入口改札口プラットフォーム港元町駅は、兵庫県神戸市中央区栄町通り4丁目にある、神戸市営地下鉄海岸線の駅である。駅番号は、K03。2つある、駅入り口のうち西側にある1番出入り口は、1908年春光の、旧第一銀行神戸支店の外壁を利用している。夜間は、ライトアップされる。 第2回近畿の駅百戦選,選定駅である。元町エリアの東西方向ほぼ中心部にあることが駅名の由来だが、JR 西日本、阪神電気鉄道の元町駅は当駅から600メートルほど離れており、同駅へは急居留地、大丸線駅からの方が近い。島式一面二線の地下駅である。当駅がある栄町通りは大正から昭和の初期にかけて、 神戸の金融の中心地として栄えたエリアであり、震災によりその多くが取り壊されたものの、未だその頃の繁栄を思い起こさせる近代、洋風建築物が散見される。一方で、神戸のシンボルである、神戸港の最盛期を支えた、中途点はこの駅の南側に位置し、浸水性の高い公園として、多くの市民に親しまれている。よって、駅イメージテーマは、 クラシカルモダンとし、石造りの近代建築にモチーフを求め、ホームの対閤壁やコンコースの床や壁に、三影石町のデザインや、三影石のパターン割りを施し、落ち着きのある中にも華やかさがある、空間づくりに努めた。また、中途底につながる二番手入り口は、目の前に広がる海への期待感を持たせるデザインとした。二番手入り口のエレベーターなどにも海が強く表現。 されていることがわかる。2019年度の1日平均乗車人員は1862人である。海岸線では駒ヶ林駅、カルモ駅に次いで少ない。開業以降の1日平均乗降、乗車人員は下表の通り。建設時の過小は栄町駅であった。当駅名は地域の熱心な要望を受けて決定したものとされている。ありがとうございます。